古文常識。どうも、じゃあ篠原です。今回は10分で古文常識が身につく動画ということで、この動画を見てもらったら、まあ古文常識の9割ぐらいですかね、9割ぐらいが身につくんで、まあぜひね、この動画で古文常識身につけていただければなと思います。まあ古文常識知ってると何が得するかっていうと、わからない単語があってもまあ多分こうかなって思えたりだとか、あるいはそもそも文章の意味がわかりやすくなったりするんですね。だからまあ古文常識ね、特にこう古文常識としてがっつり勉強する必要はないかもしれないけど、まあこの動画で言ってることぐらいは知っといてくれたらなと思います。まず一つ目、恋ということで、まあ大体まあ古文ではね、男女のまあその何恋愛みたいなのがよくテーマになるんで、一応言うと、基本的に通い婚という制度をとっています。つまり男の人がですね、女の人の家に、まあ実家に行って、3回連続で、行けば、結婚成立ということで、逆に3回連続で行かないと、いけないというところですね。3回連続で家に行ったら、結婚成立っていうのが通い婚です。でさらに、一夫多妻が認められています。なので、昔のね古文のその貴族たち、男の人っていうのは、全員まあ妻が何人かいたりとかすると、なのでまあ、 例えばですけど、まあ、そのいう意味、そういう意味ではメンテナンスをしないといけないというか、ある、人を好きになりました、結婚しました、でその後3年間行かなかったら自動的に離婚成立ってなっちゃうんで、まあ、2年11ヶ月ぐらいでは行かないといけないとかね、なんかそういうところで、一夫多妻でやってたりだとかしているというのが、通い婚というシステムと一夫多妻というシステムがありますよというところですね。で、ちなみにじゃあ女の人はどうするのかっていうと、拒否したい場合は、家を閉めるわけですよね。だから入れません、もう寝ちゃってますみたいな感じで家を閉めるというので、女の人は嫌だったらドア、門を開けないで、まあ、むしろ男の人っていうのは開けてもらえるまで行くというのが通い婚というシステムですね。昔の女の人はですね、言ったらそんなにこう顔がバーンと世の中に出るというよりも、むしろ、そのミスっていうその竹を組んだやつの後ろ側とかね、そういう側だったりとかするんで、よくあるのが十二一重の、お尻のところですよね。十二一重のお尻のあのひらひらを、車の外側、ギッシャですけど、後ろ引いてる車の外側にちょっとチラ見せすることで、私は顔はわからないかもしれないけどセンスいいわよみたいな感じでアピールしたりっていうのが女性側の恋の戦い方になります。続いて身分制度ですね。身分制度に関しては、完全に男尊女卑かつ完全に生まれながらにして、もうレベルが決まってるというか、そういうところがあります。これはね、日本史知ってる人は知ってると思うんですけど、お父さんとかおじいちゃんが偉かったら、その子供は自動的にある程度のレベルからスタートっていうのがあるんですよ。だから、まあ、今で言うと、大臣ですね。大臣とか、まあ、安倍さんとかの、子供だったら、自動的に、官僚からスタート、国家公務員一種に受かったみたいな感じになると。いうところですね。一応身分制度としては、一応まあ天皇陛下これが一番ですが、基本的に天皇はですね、政治に入ってくることがあまりありません。まあ入ってくる天皇もいるし、入ってきてることもあるんですけど、基本的には、摂政と関白という人たちが、政治の、まあ、トップになります。でこの摂政と関白のと、大臣と大納言ですね、この人たちが政治の方針を決めると。まあこの後の人たちがですね、実際の政治を取り仕切ったりとか実務をやったりとかするんですが、まあ大体ここまでで、政治がほとんど決まってしまうと。で、まあ天皇自体はそんなにこうがっつり、政治に絡むことはなかったりします。まあ日本史上はねあると思うんですけど、実際古文の文章で天皇の勅命によってこれをやりましたみたいなのは見ないですかね。俺は見たことないんですね。はい。まあ一応ね、こういう身分制度がある、しかももう生まれながらにして偉い子の息子は必ず偉くなるっていう制度がまあ昔はありましたというところですね。はい。で、さらに、12歳で元服ということで、元服って何かっていうと、一応大人の仲間入りです。
ということで12歳から仕事開始というところですね。あ、だから今の小6みたいなところから実際の仕事開始ということで、まあ大変だよねっていう、まあそういうのが身分制度としてあります。3つ目、宗教観。これがね、多分今の社会と大きく違うので、多分いまいちよくわからないところが多いと思うんですけど、古文で出てくる人は基本的にネガティブです。はい、でなんかもう人生嫌みたいな、あ、そういうふうに思ってます基本的に。で、その宗教観において、まあ一応日本はね、まあ厳密にはちょっと違うんですけど、一応まあ仏教です。はい、仏教と思っといていいと思います。まあ本当はこれに、まあ陰陽道だとかそういうものがちょっとこう絡んでくるんであれなんですけど、一応宗教観で言えば仏教で、仏教の宗教観ってどういうものかっていうと、人生とは辛いものであると。で、人生とは辛いんだけれども唯一救いがある。それは何かっていうと、人生をやめることだっていうところなんですよね。で、どういうことかっていうと、その宗教、仏教の宗教観でいうと、人間として生まれてそこそこの人生歩んだら死んだ後また人間になるんですよ。ところが人生は嫌なわけですよね。だけどそこそこの振る舞いだったら人間として生まれ生き死んだ後また人間として生まれ生き死なないといけない、でまた人間として生まれ生き死なないといけないっていうことで、何週も何週もぐるぐるしないといけないんですよ、仏教の考えで言うと。ところがこれ嫌じゃないですか。ずーっと嫌な人生を歩み続けないといけないのが嫌なのであれば、徳を積みなさい、徳を積んでこの輪廻から脱しなさいということが言われてます。まあこれ下脱っていうんですけど、下脱しなさいということが言われていた。だからまあある程度ね、まあこういう感じで、政治というかそういうところをやっていくと、出家ということで、まあお寺に引きこもってみたり、まあ家で ね念仏を唱える仕事に従事してみる、念仏を唱える仕事はないですけど、まあ念仏唱えるだけみたいになってみたりとかすると。でちょっと意外なところかもしれないんですけど、この時の大体寿命というか40歳で、まあもそろそろお年頃みたいな、いい感じのお年、まあ今でいうところの多分今の65とか70ぐらいかなっていうところだと思うんですよ。だから昔40歳で、まあ今でいうところの定年退職とかそれぐらいのレベルになっていたんで、まあそういう意味でも意外とね、登場人物全員若いんだなみたいな。で、ある程度の年になったら出家していって、でそこでまあ念仏唱えてみたりとかするんだなということを知っといてくれたらなと思います。あとイベントですね。イベントはまあ、ロックフェスとライブがあるというところですね。ロックフェス、これ還元ですね。まあいろいろ笛とかそういう、弦みたいなのを、弦というかまあギターみたいなのを弾いたり吹いたりしてみたりだとか、あるいは和歌ですね。和歌をみんなで読み合ってみやびやなって言ってみたり見なかったりっていうイベントが開催されたりしていますと。一応ね、これプラス、監視をみんなで言い合いましょうみたいな、そういうまあなんでしょう、イベントというか、ライブがあったりとかしてたみたいなんですが、基本的に男しか漢詩は読みません。というのも、この当時さっき男尊女卑って言いましたけれども、実際の仕事してるのは男ばっかりなんですよね。で、なんでかっていうと男しか漢字が読めないで、この時の公文書というか文章って基本的に漢文ですので、まあ言ったら文字が読めない人公務員になれないみたいな感じで、男の人ばっかりが、政治を取り仕切って、で、まあ、文章としては漢文で記録を残していたと。で、じゃあ、古文って何なのっていうところだと思うんですけど、古文は漢字とひらがなが、まあ、混じったみたいな感じですので、ちょっとまあ日記というか物語とかそういう公文書ではないものなんですよね。あとはね、知ってる人も多いと思うんですけど、蹴鞠、まあ、フットサルですよね、をやってみたりだとかしているっていうのが、まあ、昔の人たちのイベントというところになります。まあこんな感じでですね、古文の常識、まあ今ではあんまり考えられないところも多いと思うんですよ。今一夫多妻はできないですよね。まあ綾部さんも失敗しましたし、で、あとは、通い婚もまあないですよね。恋愛結婚か、まあお見合いですよね。で、あと身分制度もまあ男尊女卑なんて、まあ昔の話ですし、12歳で元服で40歳ぐらいで定年退職でもまあありえないわけですよ。まあ定年退職はないんですけど、まあ40歳ぐらいで、まあ死ぬかもしれないとかもまあないわけですよ。ということで、まあこの年齢的にもまあ基本的に若いですし、このまあ人生観としてもちょっと意外ですよね。俺は人生とは幸せに生きるためのものだと思ってるし、俺の人生も幸せなんですけど、まあ教官によると、まあ、それはあんまりちょっと違うというところで、まあ、この下脱を目標として出家する。で、まあ、これも、いろいろあるんですよね。特に平安時代は、末法思想というのが流行りました。
で、マポ地方っていうのは、まあ言ったらこの仏教の教えそのものも崩壊しつつあるというところで、まあ言ったら、ただでさえ人生辛いで、それ人生辛いのに、それでさらに仏教にすがったのに、その仏教すらも、もう終わりみたいなね、やばないみたいな、なんかそういう、なんかすごく暗い時代だったと。いうのもありますと。では、あとイベントとしては、シーカ還元ですよね。和歌を歌ってみたり、漢詩を読んでみたり、まあ、ロックフェスをやってみるみたいなところがありますというところでした。まあ、これぐらいのことを知っとけば、まあ、基本的には大丈夫ですよ。というのも、古文常識ね、ちゃんと勉強しようと思ったら、例えばこちらですね。まあ、どんな古文常識217パワーアップ版ってやつですけど、まあ、これとかで勉強していただいてもいいんですけど、あとはね、実際の文章とかを読んで勉強していけばいいのかなと思います。ちなみに俺はこれを使ったことはありません。大学入試、自分が京大を買った時も使わなかったし、これまで自分の生徒でもこれいいよ、おすすめだよって勧めたことはないんですが、まあ、これ見てもらって、あ、古文常識面白いなと思ったら、ぜひね、見てみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回ね、10分で古文常識が身につく動画ということでお話ししました。ぜひ、まあ、参考にしてみてください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。